心配ないからね。皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。さあ皆さん、新型コロナウイルスの影響ですね、まだまだ心配でございます。緊急事態宣言ですね、5月末まで延びました。まあ今一度ですね、気をつけましょうということで、そんな中、一つにまあ嬉しいものが届きました。じゃじゃん、こちらハローマガジンというですね、まああのハロプロですね、モームスなどが入っているハロプロのファンクラブの開放誌が届きました。実は私ですね、昨年の秋からハロプロの会員になりまして、年4回届くんですけども、今回が4月1日発行ということですが、まあ今回5月にですね、今日届きましたですね。このまあハロプロのですね、マガジンの内容、まあ軽くというか、まあもちろん全部説明しませんけども、こういう内容が出てますよってことをちょびっとだけ言って、あとは基本的にそのハロプロのこれ紹介されているまあグループのこうですね、まあ好きなメンバーなどについてご紹介をいたしますので、まあぜひゆっくりとご覧ください。まあちなみにですね、私あのまあ後ほど申し上げますけども、4月の末の福岡モームスの福岡公演、そして5月末のビヨンズの5月、ね、福岡公演にも参加予定ですけども、まあ中止というか、まあ、福岡公演について振り返りもあるんですけども、なかなかですね、このまあ私たちまあファンオタロの組とですね、そして何よりもアーティストですね、でハロプロの皆さん自身がですね、非常に残念だと思いますけども、まずは安全第一、健康第一で、また元気に会えるようにですね、したいと思いますね。ということで、まあ軽くこちらですね、ご紹介してね、盛り上がっていきましょう。ちょっと汗が今いっぱいかいてるんですよ、人間ですから。まずはじめにハロプロのコンサートですね、2020年ウィンターのコンサートの模様がご紹介されています。まあ、ハロプロのオールスターズでございます。まあ、私もですね、行きたかったんですけどね、2月15日だったと思います、福岡公演夜行こうかなと思ってたんですが、まあ、熊本で、九州の団長青年団のですね、会議があって、まあ、そこからドタバタ行くのも難しいですし、その、まあ、金額もやっぱ1万円と結構高いものですから、まあ、考えまして今回行きませんでした。あの MC が元ジュースジュースの宮崎ゆかちゃん、冬出場を期待してたんですが、まあ、いつかまたですね、ハロコンが行われる日に参加してみたいものです。続きまして、モーニング娘。19です。また20に行く前の秋公演の模様です。昨年の秋公演、大分 USA 公演参加させていただきました。もう異様な雰囲気の中で15期初めてのツアーでございます。15期の好きな先輩、ジーンときました。まあ、モーニング娘。20も昨年からですね、握手会などにも参加させていただいております。まあ、好きな、まあ、メンバー、推しメンはですね、現在、まあ、四天王がございます。一人目、まあ、一押しが野中美希ちゃん、チェル。2番目、3番目、4番目、まあ、横並びなんですが、牧野マリアちゃん、横山レイナちゃん、北川リオちゃんが、まあ、特に推しております。まあ、詳しくは昨年の秋のですね、ライブツアーの動画が紹介されておりますので、そちらをご覧いただければと思います。まあ、新曲ですね、心&体、人間関係、ノーウェイウェイ、ラウペディア、非常におすすめですし、ダンスやミュージックビデオも、ですね、見物でございますので、まあ、本当はですね、4月の26日の福岡公演行きたかったんですが、中止というか、まだ振り替公演はなんとか目指しているそうなんですね。まあ、いつか元気に、そして健康でお互い会えることを楽しみにしております。そう、最近あの、歌方でサタデーナイトにハマっております。続きまして、アンジュルムは中西かなちゃん、かななんの卒業ライブの模様が出ております。まあ、かななんはですね、このアンジュルム、天使の涙の夏き親でございます。まあ、アンジュルムですね、ほんとリナップ、かなな、ムロタンとどんどんこう、卒業していて、ほんと寂しい限りでございます。まあ、あの、ちなみにアンジュルムで今一番好きなメンバー、推しメンは、神子です。神子クリオ萌えちゃんです。いや、ほんとまず可愛いですね、ビジュアルも。そして歌声もクリアで、うっとりします。あの、春、ひなフェスのですね、ソロコンサートでですね、ラブ涙色かを歌った時の歌声、本当に素晴らしいです。またあの、熊本市出身ということで、私、大学熊本市でしたから、もうそれで親近感を覚えます。またですね、注目は、最近は佐々木里香子ちゃんもすごく注目しています。すごいボーイッシュでですね、かっこいいんですけども、
実は意外とこう涙もろいところが可愛らしいなと思ってます。これ他のですねグループにも言えることなんですが、こう見た目一見ボーイッシュでかっこよくて強そうなメンバーが実は乙女チックで可愛くて涙もろいという印象があります。そういうところに、まあ、キュンときますね。モーニング娘。20ですと、加賀楓ちゃん、カエディ、ダンジェルも佐々木里香子ちゃん、椿マクトリーのキシモン、そしてビヨーンズの前田心ちゃんっていうのは本当キュンときますね。昔もう20年以上前なんですけど、TBS 系の朝の番組、多分おはようクジラだったと思います。渡辺正行リーダーが司会だった番組の、当時小学生でしたが、心理テストを受けていました。で、その心理テストの中で、あなたが異性に魅力を感じるときはどんなときか。で、私の回答がですね、選んだ回答が、この涙を見たときだそうですね。この女性の涙を見たときに、あ、守ってあげなくちゃと思ってしまう心理でですね、好きになってしまうという。まあ、小学校のときはすごい心理テストやっていますね。あと最後にですね、川村彩乃ちゃん、高知県出身なんですが、実は最近知ったんですけども、青年団の、高知県のお世話になっている先輩にお話ししたところ、実はその高知の先輩の、いとこかなんか親戚に当たるらしいんですね。世間は狭いなと思いました。もう、ぜひね、そういうふうに親近感を覚えると、なおさら応援したくなります。カームも注目です。続きまして、ジュースジュースです。もうね、最近ほんとジュースジュースの曲、もう、ヘビーローテーションを弾いてます。AKB ではないですけど。ポップミュージックほんと好きです。先ほど実は地元のスーパーに行ったんですが、ちょうどこのポップミュージックが流れてまして、もうすぐ SNS で私つぶやきましたけども、確か優先の最近の優先で1位がポップミュージックだったと思います。カンさんの曲でございますし、まあポップミュージックや好きって言ってよ、25歳演説人それはですね、別の動画で先日、ご紹介しておりますので、そちらをご覧いただければと存じます。このジュースジュース、ほんとね、歌のうまいメンバーで、ダンスもいいですね。で、可愛らしくて。ほんとね、ジュースジュースはもう箱推しに近いんですけども、もう最近注目はダンバラルルちゃんですね。先ほどもインスタグラムで、5月5日の恋のぼりと、ハブとのですね、をつけて歌ってましたけども、可愛らしかったですし、私実はコメントをしました。もうルーちゃんはです。多分ね、正直な話、今のハロメンの中で結婚する相手を選んでくださいと言ったら、多分、私はダンバラルーちゃん選ぶと思います。やっぱ料理ができて、性格も天使で歌が甘くて、スタイルも良くて、最近本当可愛さがさらに磨きがかかっててですね、本当に注目しております。またですね、ローズクォーツ、金友の坊君も、ね、スイちゃんという猫ちゃん飼ってて、もうそれも好きですし、あとですね、やっぱマナカン、あざとさ、まあ、あざといの、まあ、可愛いというより私は結構面白いという、どういうね、ずっとキャラをですね、どんだけ維持できるかというところに、まあ、ももちの時からですね、注目してるんですが、にゃんばりまなかんとかですね、カメラどこですかとか、いうところ結構まあ、好きで面白くて、まあ、実際正直可愛いです、まなかんは。で、ダンスもうまいです。でですね、そしてやっぱ宮本かりんちゃん最近ほんと気になってますね。こう、まあ、この間の、ですね、買った CD2 枚ともかりんちゃんのカードでできたんですけども、お目目パッチリで本当アイドルらしくて、歌も歌声も可愛くて、でまあ変態っぽいところもう結構私は好きですね。こうアンジュルムのリーダーおでんくん竹内ちゃんとかですね、とか森とちいちゃんが好きとかですね。まあ最近よく見てるのがですね、その上にやっぱ涙もろいというか、こう結構やっぱ泣く女性は私好きなのかなと思いますけど、このデビュー当時の本当苦労を語った話であるとか、セロリを食べる、苦手な大嫌いなセロリを食べるとき、そして戦慄迷宮ですかね、富士急ハイランドのお化け屋敷で泣き叫ぶとか、いうところを見ると、ちょっとね、本人には申し訳ないんですけど、私自身は結構可愛いなというふうに思っております。で、タコちゃんがですね、ポップミュージックのあの鳩豆の格好というか、ね、鳩の格好も、印象的ですし、すんごく真面目で、けど不思議ちゃんな感じで、まあ、特にほんとジュースジュース、もう、大注目でございます。続きまして、カントリーガールズです。まあ、カントリーガールズは残念ながら昨年末をもって、まあ、活動休止というかですね、まあ、事実上の今のメンバーでは解散ということになるんでしょうか。まあ、一つですね、
歴史が幕を閉じたかなというふうな印象でございます。非常に寂しいですね。まあ、私もそのモーニング、失礼しました。カントリー娘の時からですね、まあ、知ってますし、まあ、ももちも、ね、途中で入って MPM になって注目はしてたんですけどもね、本当ももちいつもアイドルらしさというのを大事しておりましたけれども、まあ、2017年の兼任になってからちょっとですね、こう揺らぎ始めたというのが、ちょっと原因だったのかなというふうに思っております。やっぱメンバー本当可愛いですよね、こうやって見ると。あの森とちーちゃんは昨年の夏のモームスの ZGA 全国同時握手会で福岡で握手して本当可愛かったですね。で、山木りさちゃん実は12月の22日でしたかね、日曜日に福岡で、まあ、その握手会があって私も行こうかなと思ったんですが、まあさすがに日曜の夜で次の日私も仕事でしたから、それはもう断念したんですけどね。残念ながら山木りさちゃんはもう今、もう芸能界を引退されてまして、まあ、ちょっと会いたかったなっていう気持ちがあって非常に詳しくね思っております。まあ、カントリー、まあ、ちょっといろいろね思いは皆さんあるでしょうけども、まあ、ちょっと寂しいなというふうに思っております。続きましてビヨーンズ、さあ注目のですねアーティストというグループビヨーンズでございます。昨年のレコード大賞新人賞最優秀賞を獲得いたしました。注目の12人グループです。まあ、演劇性があって、で、個性も光って、それぞれに役があって、本当に面白いグループでございます。このビヨンズのですね、ファーストライブの模様もが紹介されております。まあ、ビヨンズですね、本当私好きで、まあ、注目してるんですけども、このコロナで自粛中の間、毎日ですね、お家でビヨンズ学校というですね、まあ、動画が毎日ですね、1、2件配信されております。まあ、本当メンバー各自特技もありますし、ですね、好きなこともたくさんあって、まあ、バラバラではあって、それが面白いんですけども、それぞれ特技を出して先生になっております。まあ、特に好きなのは私、水曜日、西田しおりちゃんと小林ほのかちゃんという、まあ、推しメン2人が揃ってまして、非常に可愛らしくて、で理論的なです、ね、授業もありますし、一番面白いのは、山崎ゆはねちゃんのゆはえもん先生、道徳の。これ本当可愛らしいですし、ユハもう AS でかっこいいなってイメージがあったんですけど、すんごい可愛らしくてお茶目で、人見知りかって思うぐらいですね。まあ、メンバーからも人気があるようでございます。またですね、まあ、好きなメンバーちょっと言いましたが、まあ、こちらも四天王がございまして、現在一押しが小林ほのかちゃん、ほのぴですね。もうピアノが上手くて、絵も描けて、で可愛さに磨きかかって、ほんと好きですね、今。あとですね、島倉梨花様、お嬢様。西田しおりちゃんですね。好きな食べ物は、たくあん、パクーとか言ってますし、歌がうまいですね。そして、前田心ちゃん。ね、前、ここもですね、まあ、メガネ男でボーイッシュなんですが、実は一番の泣き虫ということで、ほんと、よく涙してるところを見て、私はジーンときます。この、まあ、ビヨンズも実は5月の18かどっかぐらいですね、福岡公演行く予定でしたが、こちらも中止というか、まだ振り替えを探ってるようですね。まあ、ライブハウスなんでなかなか厳しいと思いますけど、もう早くですね、このビヨンズのメンバーと会いたいですし、最近あったビタミン・ミーという、もうミュージックビデオとか歌も私、もう本当にハマっておりまして、実は今度、そのカゴメですね、私の時代、大学時代の同級生も所属してるんで、まあ馴染みがあるんですけども、カゴメのワンデーという、まあ、バナナの飲み物、ビタミンの飲み物をゲットしたら、そのレポと合わせて、ミュージックビデオのレポもしたいと思ってるんですが、今日もね、地元スポーツバー行ったんですけど、ワンデーがないんですよ。だからまだ、なかなか動画が作れないんですけども、いつか動画を作ってですね、まあ、このビヨンズだけの、動画もご紹介したいと思います。ほんと楽しみです。続きまして、拳ファクトリーです。拳もね、残念ながら3月31日をもちまして、活動終了となりました。まあ、それぞれの進路に幸あれというところでございます。まあ、あんまり実は歌を知らなくて申し訳ないんですが、まあ、拳はですね、青春の花スタートラインを NHK 歌コンで見て、ほんとジーンときましたし、まあ、いろいろね、経緯はあったんですけども、まあ、最後、ね、その卒コンも、まあ、無観客の中でということで、ちょっと非常に悔しかったという思いはありますけど、本当にありがとうございました。もともとですね、野村みなみちゃんを知って、まあ、拳を知ったんですけれども、最近は井上玲ちゃん、レイレイが、もう、ほんと注目しています。このジュースに入ることになりましたが、レイレイは、実は、
元モームスの飯窪春菜ちゃん、春菜がとにかくお気に入りということで、その春菜のバースデーイベントに、レイレイが登場してバーチャルデートをするという回があるんですが、この動画も最近実はハマってまして、本当にね面白い。レイレイが結構小悪魔的というか、もうド S でこう目をギラギラさせながら先輩をいじるという。で、春菜はデレッデレになってるのが、もうね、二人とも本当可愛らしくて、もうスタイルも良くて可愛くて、ハマってますね。もう拳ね、本当に非常に残念ではございますけども、ね。まあ、これがね、ハロプロというところなんですね。出会いと別れもあって。で、一緒に育ってって、お見送りもしないしていくというところでございますね。拳ありがとう。最後に、つばきファクトリーが出ております。つばきファクトリーは、この各メンバーの、まあ、ハマってることとかおすすめの曲、こんなそうですね。まあ、その最後のコーナーで登場しております。つばきファクトリーはですね、もうほんと清純派という感じですけども、人一人は個性が強いのが、また面白いところでございます。今回は秋山マオピンですね、と、谷本アミちゃん、アンミ、そして、尾形リサちゃん、リサ丸、そして、岸本ゆめのちゃん、岸門、が4人が登場しております。まあ、私一番まあ、つばき最近少しずつ実は勉強をし始めております。もともときっかけは、岸本ですね。岸本ゆめのちゃんが、まあ、矢口まりさんの番組に出てて、こう、まあ、大阪人ということもあって、ネタ帳を持ってて、どんどんネタをぶっ込んでくるんですよ。まあ、ぜひ岸本のギャグも見ていただきたいです。もう私横やんとか、岸本とかそうなんですが、基本的にもうどんどんボケて、けど受けない。けどまだどんどんボケるという。まあ、いわゆる滑り芸って言ったらご本人の皆さんには大変失礼ではございますけども、この鉄のハートというか、どんどん押していく姿好きですし、キシモンの場合はタイニータイニーでですね、まあ、キラとリコリコから私に頼ってもいいんだよっていうふうにこと言われて、こう、ポロッと涙流す瞬間にキュンとなりました。どうも私涙に弱いですし、あとそしては別にリコリコは私はそういう目では見てもいません。また、リサマルもですね、注目してまして、まあ、尾形顔といいますか、モームスの尾形ハーチンと、そして、尾形リサちゃん、そして最近入ったモームスの15期の北川リオちゃん、ほんと顔が似てて、薄い顔で結構いいですし、で、リサマルは結構気が強いように見えて、ですね、実はこう、お化け屋敷などで、いや、聞くからかれなので、こう、涙流すってところにまたキュンとなる。なんだろうな、私涙が、ですけども。で、アンミーもですね、この似顔絵もぜひ見ていただきたいですし、紙芝居ですし、あとアンミーもですね、こう涙こらえる瞬間、こう、のその姿がちょっと面白いって言ったら失礼ですけども、こう、涙こらえて、こう、上の方を見てる時の顔が結構個性的です。で、マオピンのこのダンス、でマオピンも大阪ですし、あざといキャラもやってますし、実はマオピンとキキちゃんは、昨年の12月の末にですね、福岡で握手会がありました。実はモームスと同じ日で、私、モームスの ZDA 行ったんですね。福ちゃん、ホマレちゃん、牧野マリアちゃんがおる、その前のイベントが椿だったんですけど、まあ、あいにくその時椿あまり興味なくて、メンバー知らなかったんで、握手会行かなかったですけど、このマオピンとキキちゃんと握手できるって、今思うと、悔しいですということで、いかがでしたでしょうか。ですね、まあ、ちょっとね、喋りすぎて汗がもうだらだら、まあ、未だに出ますけども、まあ、ファンクラブ入るとですね、こういう風な、開放誌もいただけますし、ファンクラブ限定のグッズなどもございます。またですね、まぁ、ちょっと私は吸収済みなので、あまりメリットはないんですけども、この、今、しかもコロナウイルスでイベントがないんですけども、例えば、ファンクラブ限定のバースデーイベントな、いやですね、限定イベントなどもありますので、よく東京であるんですけども、そちらに参加することができますし、ファンクラブの先行のライブのツアーの予約もできます。実際、その4月のモームスと5月のビヨンズの公演もファンクラブ先行予約でですね、ゲットできましたので、その分は本当にメリットがあります。まあ、ぜひですね、皆さんこの機会にファンクラブに入っていただくと、よりハロプロを楽しめると思いますので、ぜひよろしくお願いします。またですね、こういうふうに毎日YouTube で、いやですね、SNS で各メンバーがいろんな特技をですね、ご紹介しておりますし、またグッズもですね、通販では販売しております。この後私もですね、こうかなというふうに思っておりますので、まあそういうことでですね、応援っていろんな応援がありますから、ぜひ皆さんで盛り上げていきましょう。そして今一度健康や事故にはご注意ください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。
またですね、ファルポの皆さん、そしてファンの皆さんと元気にお会いできることを楽しみにいたしまして、終わります。それでは皆さん、また。